ですえー、ローマ人の物語3、勝者の混迷、えー、ポンペウスの時代ですね、えー、このポンペウスの時代、えー、紀元前の78年から、えーま、紀元前の63年ですね、15年ですけど、えー、ルクスが住んで、そしてポンペウスが、 この実行軍団を率いて、えー、ポンテス王のミトリダテスと戦うことになりますね、えー、海賊のでは2 0個軍団が与えられましたけど、えーまあ、少ない戦力ですね、それでもルックスの2倍ですね、えー、アレクサンダーもこのー3万ちょっと、6000ぐらい、またハンニバルも2万6000ちょっとですけど、えー、こういう少ない、えー、戦力でどう戦うことができたでしょうか。えー、前回のこのこ んまあ、のこれはこう書いてありますね。えー、ただし <laughs> いかに戦略戦術の天才が引きようと戦力の小さい軍隊には欠点もある戦闘が優先するあまりに外交面が,おろ,そがにおろそかにならざるを得ないという点であるつまり戦うずして勝つという課題に割く余力があまりいないということ,ことだ。 のの圧力をかかけるのは何とっっても量であったからだ、えー、ポンペウスも海賊一掃作戦の時と同じ20個軍団を与えられていたのならば財政的にも先制君主という立場からも常時10万もの,の大軍聴取能力を十分に持つオリエントの君主たちに無言の圧力をかけることもできたのである。 だが彼に与えられたのはその半分の実行軍団だった。といってそのまた半分の戦力しか持てなかったルクスに比べれば行使できる戦略の幅は広かったということはできる。そしてポンピュースの才能は圧倒的ではないにしても少なくとも広がりはした。この幅の幅活用に投入された。 これが前回の16の1でしたけど、えー、16の2スタートします、えー、優れた能力に恵まれた人はしばしば全段階で成し遂げた事柄を定着させることで、えー、現に解決を責め、えー、攻められていること事柄への打開の出発点とする、えー、ポンペースのもとには3か月足らずしか用意しなかった、えー、海賊一層作戦による 2万人ものの海賊の捕虜がいた普通ならば奴隷市場に売りに出されて当然の人々であるしかし、えー、ポンプエスは、えー、これらの元海賊の多くが、えー、オ,リエンでのオリエントでの紛争に巻き込まれて家も何かもしない、えー、海賊業に身を投じざるを得なかった人々であることを知っていた ポンプエオスはこれらの人々を自由にし自由にした,、うん、しただけでなく土地まで与えた当時の小アジアは当時のスペインやフランスのような、えー、未開の地ではない、えー、町も村も既に存在したただ小王、えー、たちの諸行ですね小王、えー、たちの構想の悪役って焼き打ちされたり無人化と化した町や村が多かったのだ ポンペオスは元海賊たちをこれらの町村に移住させたのであるただ一つそれをするにはポンペオスが配慮したことはなるべく海から遠い内陸部にある町村ということだけ,ことだ,けだった沿岸部の都市はギリシャ系の住民が根を張っていて えー、そのようなとこ,ろのところの近くに移住させて、えー、させでもしよ,うしようものなら、えー、原住民の反発を買うだけであったからだ。元海賊の移住で再興された町の一つは、その町の,町の名をポンペ,ウスポンペイ,ペンペイ,ペンペイナ・ナポリ・ポンペイウスの町と改名したりしている。 海賊たちに生業を与えてや,ってやってすぐの紀元前66年の夏40歳を迎えていたポンプウスのオリエント作戦が本格的に始まった歴史上第3次見取り立て戦役と呼ばれるポンプウスはまずルックスに追い出されたのにまたも 前戻ってきたミトリタテスを攻めるために、えー、国会委員会のポントス王国に向け小アジアを北上したそして、えー、こうも早く攻勢に出てくるとは予想してなかったミトリタテスが、えー、急ぎ編成した3万3千のポントス軍を簡単に破った、えー、狡猾なミトリタテスはルクスに対して成功した戦略を、えー、ポンペオス相手にも使う。 東方に逃れ険しい山岳地,地帯を抜けていくしかない,、えー、追,悼い追悼行きにローマ兵が疲れ追悼行きにローマ追悼行にローマ兵がかれ兵士たちに突き上げられた司令官が四方に,方に西方に戻るしかない状態の再現を期したのである。だがポンプウウスはその手には乗らなかった。 えー、追悼行きは負け負いしないうち不快いしない程度に,には続けたが一方で、えー、外交戦を開始していたのである、えー、ポ,ンポ,ポントス王ミトリタテスが、えー、ローマ軍に敗れても敗れても再起できるのは、えー、ミトリタテス自身の能力にもよったが彼がアルメニア王との共闘体制を確立していたからである。 このポントスとアルメニアの中を割く必要はルックスも感じていたまたそれを実現するにはアルメニア王国内で内紛が起こるかそれともアルメニアと境,境を接している東方のパルティア王国が動くかのどちらかしか共闘体制を壊す余韻はないこともしていたということで。 えー、すごいですね、えー、このお知っていたということで、えー、このおこの戦いですね、えー、知っていたといことで、えー、実際、戦いが動き出してきてますね、えー、まあ、全部じゃないですけど、このポンペオス、えー、すごいですね、えー、自分で、えー、戦いを、お 終えることがでできる人物ですね、えー。ということで、えー、ポンペオス、カエサルと言われていましたけど、えー、ポンペオスはあこのお追い打ちは深い追いはしてないですね、それしたこのミ取り立てですか、何度も何度もおこの、えー、出てくるのは、戦われても出てくるのは、えー、アルメニア王との,このお共闘体制ということでこの ポントス王とアルメニア王の共闘体制を空すことに着目してますねルクスも着目しましたけど、えー、それはできなかったですね外交ですね、えー、そういう外交ということで、えー、この外交ですね、えー、まあ、特にまあ、それそれ以前にまた、えー、3ヶ月で、えー、海賊を一掃しましたけどその海賊を奴隷として、えー、この 売る、えー、じゃなくて、えー、自分の味方につけてますねこの海賊たちをその昭和アジアの,この海岸地下じゃなくてその奥地ですね、えー、海岸にはゲシャ系がいますのでその住民を反感しますので奥地の方ですねその当時、えー、この昭和アジアはそのまあたくさんの王たちのまあスペインとかガリアンとは調べて、えー、まあ その未開の地ではなくて、えー、でもその王たちが争いに明け暮れていますので村,村や町が荒廃したということで,その奥,地です、ね、奥地に、えー、海賊たちを移住させていますねすごい柵ですね。 ポンペオスはこれらの人々を銃にし、自由にしただけでなく土地まで与えた海賊ですね。当時の小アジアは当時のスペインやフランスのような未開の地ではない。街、えー、も村もすでに存在した。ただ、諸侯たちの高層の悪力って焼け討ち、えー、された。無人と化した町や村が多かったのだ。ポンペオスは元海賊たちをこれらの 町村に移住させたのだ,ただ一つそれをすぐにポンペオスが配慮したことはなるべく海から遠い内陸にある町村ということだ,ことだけだった沿岸部の都市はゲイシャ系の住民が根を張っていてそのようなところの近くに移住させてしまうものなら原住民の反発を買うだけであったからだ元海賊の移住で再興された町の一つはその町の名はポンペイナ・ナポリ ポンペオスの町と解明したりしているということで、えー、すごいですね、えー、こういうことでいよいよこの海賊をうまく使っています、またこのポンペポウンスとの王とある面の京都体制を崩すことをこのポンペオスはあ注目していますね。ま、え、ま、ー、また、まだだま。 <laughs> ポンペースのこの、うん、第3次ミトリタテス戦役ですね目が離さないですねはい、えー、まず後のこの YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いします、えー、この第3次ミトリタテスのポンペースの動き、えー、海賊をうまく使ってそして、えー、この、うん、ポンテス王のミトリタテスと共闘しているアナミアは王との共闘体制にくさびをどう打つか注目されます次回の ローマッジのモルタリサ、勝者のコンメ、ポンプスの時代でお会いいたしましょう。マスタージしたシエゲネスパシャンブズユシャラム、シャラム、シャラム。